ち着いた。でも行くあてない。町の人に話を聞いてみる。それいいと思う。俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの侵攻を防いだそうだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃあ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわいそうに。商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。大事にするわね。またのお越しを。
商品揃えてるよ。またのお越しを。ボンボヤジだ。君たちは誰だ。いや、そんなことはどうでもよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。あれは何かと聞きたいのだろう。まあ待ちたまえ。マイアとフォルセノの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りな上危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2なら、ひとっ飛びで行けるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけで、わしの自慢、終わり。グレンの魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになるとはな。
ろ。急いで倒す。行こう。しばらく敵と遭遇しないでしょう。この辺の敵は全滅させたようだな。一人でも十分だ。
遭遇しないでしょ。
見せてやる。どうだ。オイラやる。
しで行こう。何者だ？あ、アンジェラ王女だ。アンジェラ王女、断りの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。そんな、私が何をしたって言うのよ。抹殺？何？ちょっと待ちな、どういうことだ？黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。なんだ。抹殺命令、冗談じゃない。濡れ衣を着せられたまま死ぬなんて絶対に嫌よ。必ず生き残ってみせるんだから。こいつら、みたいに相手するの大変。どっちか片方を集中して倒したい。Thank you.
やばい、総員退避。みんな、ごめんね。私のために。ふん、本当だぜ。まったくアルテナって国はろくでもねえ国だ。な、何よ、あんたなんか橋と一緒に落っこちちゃえばよかったのに。でも一体なんでアルテナ兵こんなところに。魔法王国アルテナはマナストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことは、やっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい、精霊たちを見つけ出さないと。でも橋は落ちてしまったし、フォルセナにはどうやって行けばいいのかな。フォルセナに行く方法探そう。もし海でつながってるならオイラ泳いで行く。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。
い商品揃えてるよ。なかなかの品だな。お目が高い。大事にするわね。お目が高い。いい買い物したわ。またのお越しを。吊り橋が落ちた。ついにわしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。あれ、名前変わった。あー、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち初めじゃ。あ、作るのに夢中で忘れておった。火薬だ、火薬。ニトロの火薬がないとよ。あ、すまんが君たち、ニトロの火薬を取ってきてくれ。わしは次なる発明で忙しいのでね。さあさあ、いったいった。火薬だってな、どこで手に入れれば。他の人に聞くしか。目に戻ってドワーフ探す。オイラ、オイラの花、きっと役に立つ。
行こう。まだまだ。はい。やった。これだ。やった。やった。やった。これだ。次の戦いに備えよう。まだまだ耐えず。ドワーフのトンネルってこの辺りのはずなんだけど、やっと僕の出ますね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんすよ。大地の裂け目は別名宝石の谷と言われるぐらい、水晶などを岩に含んでるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいっす。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、じゃーん、これが真実の姿、ドワーフトンネルへの入り口っす。さあ行ってみましょう。
よかった。早速道具屋に行って頼まれた火薬を探しましょう。どれもおすすめの商品だべ。早く使いたい。大事にするわね。とっておきの一品だべ。気に入ったぜ。また来るだよ。どれもおすすめの商品だべ。なかなかの品だな。いい買い物したわ。とっておきの一品だ。気に入った。来るだよ。
道具屋のワッツなら出かけちまっただよ。なんかトンネルの奥の方でどえれえことになっとるちゅうて。だけんどモンスターがうようよしとるけ、アイテムでも買うてけ。そういやおらワッツに店番頼まれてただ。そんなわけでいらっしゃいませ。